ちなみに流しに関してはね、もう十分すぎるぐらい今勢い超えましたので、まあオイル交換ね、しなきゃいけない感じにもなってるわけですけど、まあ、どこまでね雨降られずに行けるかなっていう気がしますが、一応ですね、今日の予定としては、東海北陸道経由で今日は帰ろうかなと思っております。もう一気に三重県まで目指します。